鈴木さんって基本愉快犯なんで、どうなるか知りたいだけなんですよ。だから別にこれがベストな方法でやったっていうふうに鈴木さんは言ってるかもしれないけど、そこには若干のごまかしが僕はあると思っていて、僕素直って言ってません。いや、どうなるのか、また知りたかっただけだろうな、みたいなね、最後にね、もう同じことやるのが嫌だから、多分それは未来からもそうだと思うんですけど。だって45年間映画作ってきてね、また同じことやりたくないですよ、それだけ。来るのもね、宣伝もすべて。変えたかった。